日本独自の軽自動車の規格に合わせて作られたトラックである軽トラ。1950年代には三輪車が主流でしたが、60年代に入って四輪モデルが登場し、現在ではそちらの方が市場の主流になっています。日本、特に農村部では典型の一つになっている存在ですが、軽トラが普及している国は日本以外ではアジアの一部の国のみ。アメリカでは安全基準等を満たしていないこともあり、ほとんどの州では公道での走行が認められていないなど、海外での認知度はそこまで高くありませんでした。しかし近年は海外のネットでも取り上げられることが多くなってきており、軽トラを愛用あるいは欲しいと思っている人も増加しているようです。関連投稿には日本の軽トラに対して様々な声が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。